猫と日本語。猫和日语。Cats and Japanese。短いお話。はじめまして、ジョン君。Nice to meet you, John。お話の後で簡単な解説をします。ぜひ最後までご覧ください。少しだけでも聞き取れるといいですね。ジョン君はアメリカ人です。カリフォルニアから来ました。ジョン君は17歳です。4月から日本の高校に入学します。日本でスミレさんの家で暮らします。初めての出会い。ジョン君は初めてスミレさんに会いました。はじめまして、ジョン・グリーンです。はじめまして、東スミレです。よろしくお願いします。よろしくね。さあ家に入りましょう。玄関で靴を脱いでね。え、靴を脱ぐんですか？日本では家の中では靴を脱ぎます。知りませんでした。ジョン君とスミレさんは家の中に入りました。ジョン君はタイゾウさんと会いました。タイゾウさんはスミレさんのご主人です。いらっしゃい、私はタイゾウです。ジョン・グリーンです。よろしくお願いします。よろしくね。家の中を案内するよ。ありがとうございます。家の中の案内。ここが台所です。ここは洗面所です。ここはお風呂です。あそこはトイレだよ。そこがジョン君の部屋だ。ありがとうございます。綺麗なお部屋ですね。そう、それは良かったです。荷物の整理が終わったら一緒におやつを食べましょう。わかりました。桜餅とお茶。これは何ですか？これは桜餅です。桜餅は春のお菓子です。これは何でできていますか？外側はもち米というお米です。中に入っているのは何ですか？それはあんこです。あんこって何ですか？小豆という豆のペーストです。この葉は何の葉ですか？これは桜の葉です。この葉は食べられますか？食べられますよ。さあ食べてみてください。いただきます。甘くて美味しいです。とてもいい香りがします。桜の葉は苦手じゃないですか？大丈夫です、美味しいです。これはどこで買えますか？和菓子店やスーパーで買うことができますよ。気に入りましたか？はい、好きです。これはお茶ですね。そうですよ、これは緑茶と言います。これも香りがいいです。これは静岡県のお茶です。静岡県は富士山がある県ですね。そうですよ、いつか富士山を見に行きましょう。ぜひ行ってみたいです。ひな人形。ところで、今にある人形は何の人形ですか？あれはひな人形です。女の子が幸せに結婚できるよう願いを込めるために飾ります。3月3日はひな祭りです。女の子の幸せを祈ります。5月5日は男の子の幸せを願う日で、鎧兜の人形を飾ります。興味深いですね。日本語教室。学校が始まる日まで時間がありますね。何か予定はありますか？公民館でやっている日本語教室に通います。どこで見つけたんだい？インターネットで見つけました。日本語教室はあさってです。
どこの公民館に行くの？光町2丁目の公民館に行きます。ああ、そこでうちの孫が日本語を教えているよ。それはさくらさんですか？そうだよ。すごい偶然だね。お話はいかがでしたか？日本語で会話する上で説明しておきたいことがあります。日本の文化では若年者が年長者に敬意を表す文化があります。そのため会話の中でジョン君は丁寧体で話していました。ジョン君の会話は文末がですで終わることが多かったです。でも太蔵さんは文末がだの文を使っていました。ですは文を丁寧体にします。だは文を普通体にします。さくらさん、外国の方にはいただきますについて説明した方がいいと思います。わかりました。日本人は食前にいただきますを言います。食後にはごちそうさまでしたを言います。どちらも食べ物や食べ物を作ってくれた人への感謝を表す表現です。これでお話は終わりです。リクエストをお待ちしています。次回のお話をお楽しみに。